レイパーズームネクスト、もう7、8ヶ月履いたガチレビュー履いて3ヶ月ぐらい、この靴自分に合ってんのかなってずっと思ってました。次のそのアルファでしっかりこうできないと余計こう履くことが難しくなるような、そんな話を聞いてます。ケーキはティラミスが大好きです。アミノ酸素杉本です。今日はですね、ベイパーズームネクストの、僕半年以上、もう半年以上ですね、もう7、8ヶ月履いたガチレビューということでご説明させていただきたいと思います。まあもう本当に皆さん履いて履きまくって結果出されてる方めちゃくちゃ多いと思うんですけど、まあ次ね、アルファが出るっていうことで、まあ日本で発売がいつなのかな、夏前、5月とか6月かな、分からへん、全然分かってないですけど、まあアメリカでね、先に2月29日に販売するということで、なんで日本販売遅れてんねんっていうような気持ちにはなってるんですけど、まあ、まずこの靴に関しては僕ずっと出し続けてくれたらいいと思います。この靴をまあ履き続けてきた結果、いいタイムが出たと。だからまた新しい靴が出ちゃうと、新しい靴ずっと履き続けないと多分いい結果出ないです。なのでできれば、まあ、この靴で、僕はあと別に1年間頑張って練習しても、まあ、結果的にはタイム更新できるかなと思うぐらいいい靴です。で、ベイパーフライニットのとこれの違いは一目瞭然で、自分の体、自分のこの足、太ももとか、本当にこうしっかりした筋肉つけないと、走れなかったというのが一番のその悩んだところですかね。で僕ずっとこの履いて3ヶ月ぐらい、この靴自分に合ってんのかなってずっと思ってました。でその思ってたところが何かっていうと、筋力が備わってなかったから思ってたことだったんですね。でこれ履く、ずっと履き続けることがやっぱりこの靴の慣れで、前のここの筋肉の強さをやっぱこう備えることで、このシューズっていうのはすごい発揮してくれるシューズです。で、まあ、よくその、まあ、プロ選手だったり、その実業団の選手だったり、皆さん言ってられたんですけど、これを履きこなしていいタイム出てるんだっていう言い方をしてはったんですけど、やっぱり靴のその恩恵ももちろんめちゃくちゃ感じてられると思います。で僕は実際のとこ、もし仕事を辞めて実業団選手みたいな一緒の練習っていうか、まあ朝練習して夜も練習してっていうやり方すれば、もうひょっとしたらしっかり練習できたら22、3分までは、まあ、いけるんじゃないかなって思ってます。まあそれぐらい僕はこの靴で、タイム出せるんじゃないかなっていうような気持ちにもなってますし、皆さんもっとなってるかもしれないですね。で次のそのアルファに関しては、まあ、もっと反発あるよという話と、でそれに対して、220g かな、ちょっと 10g 重たくなるようなイメージの話だったので、まあ、それに対してしっかりこう足ができないと余計こう履くことが難しくなるような、そんな話を聞いてます。なので、まあ、これでまずネクストで慣れて、で次のアルファでしっかりまた結果出す、そんな感じを考えてやっていけばいいかなと思ってるんですけど、まあ次回僕は3月8日琵琶湖毎日マラソン、2時間30分切った人しか出れない大会なんですけど、まあそれもありますし、これ履いて出ようかなと思ってます。まあ多分ですけど、ちょっと PB は出ないと思うんですけど、出せるように頑張ろうと思ってるんですけど、まあとにかく1年で1回 PB 出せれば僕は OK だと思ってて、その次のための練習が、まあ、例えばその次、琵琶湖毎日だったり、4月、5月とかね、例えば海外マラソンだったり、まあ、そういうところに出て、で、しっかり足鍛えながら、今年のね、秋、冬のシーズンに向けての練習をしっかりやっていくっていうことが、僕は大事だと思う。年に1回でいいです、本当に。だから僕は2時間26分23秒ですけど、来年ひょっとしたら2時間26分10秒かもしれないし、23分までいける可能性もあるし、ということで、しっかり靴をと一心同体になりながら練習して、しっかりいいタイム出したいなと思ってます。まあ、すごいいい靴なんで、これ履けてよかったなと。しっかりこのものにできてよかったなっていうのが、この7ヶ月ぐらいの感想ですね。はい。ということで、また新しいのができても、しっかりこう、一心同体でできるような練習の仕方をしてもらいながら、いい練習積んでもらえたらいいかなと思います。ということで、ガチレビューでした。
また頑張ってもらいたいと思います。はい、ということで今の話の中で良かったなと思う方はチャンネル登録とグッドとコメントよろしくお願いします。ありがとうございます。今回ですね、トラールの時計、高橋尚子さんも毎朝起きた時の心拍数で今日の練習内容を決める。すごい面白いのはこの睡眠がすごいこう分かりやすく出るんですよね。今回の睡眠何点やったか